はい、アルマゲドンの中で好きなシーンの話。アルマゲドンの中で好きなシーンの話。私、映画のね、アルマゲドン、あんまり好きじゃなくて、うん、面白いとは思いますけど、あんまり好きじゃないんですよね。あのブルース・ウィリス出てるし、あの申し分ないんですよね、キャスト的には。だけどあんまり好きじゃないと、うん、それなぜなんだと思って、やっぱり似たような映画があるんで、それと比較しちゃうんですよね。私が好きな映画、ディープインパクトっていうね、映画があって、ディープインパクト、これはですね、これも隕石が降ってきて、まあ、アメリカね、合衆国が NASA をね、使ったりとかして、なんとかするっていうね、隕石破壊したりとかなんとかするっていう、そういう同じような、筋立てなんだけど、これディープインパクトすごい好きなんですよね。すごい好きです。はい。何度も何度も何度も繰り返し見るような。はい。で、やっぱちょっとね、仕掛けが、手が込んでて、すごく最初のね、冒頭から素晴らしいし、あと、なんかこう、人類を全員助けられないんで、まあ、抽選で、この人たちだけシェルター入ってないみたいな、そういう、なんていうか、悲劇も、まあ、描かれてるし、つまりね、この家族は助けられ、抽選で当たったから助けるけども、シェルター入っていける。この家族はシェルター入れませんっていうのが、同じ町内とかでも起きるわけ。これは本当ランダムで選んでるからね。もちろん、科学者とか、物理学者とか、そういう、まあ、人たちは、優先して、まあ政治家もそうだけど、優先してシェルター入れるんだけど、一般の人は抽選でね、選ばれちゃうんで。だから、隣のあの家が選ばれたらしいわよ、みたいな感じで。うちはダメだった、みたいな感じで。そういう悲劇がね、描かれて、すごくね、いいんですよね。うん。で、なんていうか、息子と娘をね、結婚させて、あんたあっちの家族にもうなってんだから、シェルター入れるわ、みたいな感じでね。偽装結婚とは言わないけど、まだそういうことも起きたりとか、はい、非常になんか、面白いですよね。で、ディープインパクトのいいのはね、まあ、それだけに限らずに、冒頭のやっぱり、大統領と、それから、キャスター、はい、大統領の、まあ、スキャンダルを追ってるようなキャスターとの、こう、すれ違いというかね、すれ違いコントみたいなものもね、何度も見ると、本当によく分かって、楽しめるっていうね。これ一回見ただけだとね、そこを忘れちゃうから、あんまり楽しめないと思うんだけど、二回三回見ると、よくできてるというかね。はい。そういうのがあって面白いんですよね。まあ、それに対してアルマゲドンはですね、もう直球ですから、直球勝負だからね。だからそこまで好きじゃないし、ブルース・ウィルス出てんのに、みたいな感じで。ちょっともったいないな、みたいな、そういう感じもあるし、なんですね。で、あんまり好きじゃない映画、アルマゲドンの中でも私が好きなシーンがあるんですよね。あんまり好きじゃない映画なんだけど、あるシーンはすごく好きっていう、そういうシーンがあるんですね。これって、すごい好きってことですよね。そのシーンがね。全体はあんまりなんだけど、このシーンだけはいいよね、みたいな。本当にこれ、好きなシーンなんだろう、みたいな。思うんですが、ちょっとこれ、ね、理由がね、よくわかんないですね。理由不明なんですけど、すごい好きなんですね。で、何かっていうとね、まあ、隕石がね、近づいてるぞと。で、NASA が発見して、それで、対策をね、密かに練ってたわけ。で、対策発表して、それで、石油掘削のプロ、石油を、まあ、井戸掘りみたいにしてるような、そういうプロに声がかかって、ピンチだから助けてくれみたいな感じで、分かってやるみたいな感じで。それで、プロたちが集められて、それでやるんだけど、主人公のね、ハリーだっけな、
ハリー・スタンパーですよね。ブルース・ウィリスね。がね、なんか、切れるんですよね。NASA のね、偉いさんに。地球がね、破壊されようとしてるのに、俺たちのバックアップいないのかみたいな感じで。つまり、ハリーがやろうとしてるのは、宇宙船乗って、それで2機のスペースシャトルみたいに乗って、それで隕石まで行っちゃって、それで、そこに掘削して、まあ、核爆弾を落として埋めて、それで隕石で爆発させる、内部から爆発させる、それしかないっていうね。そういうまあ直接的なね、爆破なんですね。で、まあやるけどバックアップあるんだろうなみたいな感じで、それがダメならこれ、これがダメならこれみたいな、あるんだろうなみたいな感じで言うんだけど、ないんですね。もうそれしかないわけ。もうそれがダメならもうお手上げなわけですね。まあ多少地下に、ね、逃げるとか人類はできますよ。だけど地上がボロボロになったら、すごい津波とか来ちゃうし、住むとこなくなるからね。逃げても同じなわけですよね。全部海の中に、ね、埋まっちゃったりするから。だから当然大統領とかは航空機でね、ずっと飛び続けるとできるけど、それができたって何なんだっていう話ですよね。だから普通の人は死んじゃうから、ハリーがね、ぶち切れて、それしかないのかよ、みたいな感じで。NASA のね、天才たちが集まって、バックアップとかもないのかよ、みたいな感じで。そういうふうな、まあ、怒りというか、まあ、自分の仕事に対する重責を感じてしまってるっていうね、こともあるだろうし、ここいろいろ面白いんですよね。でもやるんですよ。やるんだけど、めちゃめちゃ批判するっていう。この計画やるけど、え？みたいな。それで失敗したらどうすんの？みたいな感じで。そういうね、なんかこう、急に切れるというかね。ここだけはね、なんか普通の、こういう隕石もの、パニックものとは、ちょっとね、1段も2段もレベルが違うような、そんなね、脚本なんですね。それを攻めたからって新しいバックアップ案が出るわけじゃないんだよ。で、ハリーがこんなんやってられっかみたいな感じでやめるわけでもないっていう。状況変わらないんだけど、でも、そういうふうに言うっていうね。で、それをカットしないで、編集でカットしないで本編に入れてるっていうね。全く意味のないシーンなんですよ、これ。お話はそれによって何か影響されないからね。だけど、そこをね、ちゃんと入れてるんですよね。面白いと思いまして。だから、アルマゲドン自体はそこまで好きじゃないですね。さっきのディープインパクトのね、この好きさと比べちゃうからね。だけど、このね、ハリーが切れるシーンはね、なんか、いいな、みたいな感じで。アドリブじゃないと思うんだけど、アドリブのようなね、そういった、感覚も受けるし。まあ、そんな、お話でした。